ルーニー・トゥーンズ幻の堂々を探せ。幻の堂々を探せは、1938年9月24日に公開されたアメリカ合衆国の映画会社のワーナー・ブラザースの短編アニメシリーズ、ルーニー・トゥーンズの作品である。こちらは、ロバート・クランペットが監督を務めている。1949年には、幻の堂々を探せが公開された。主演は、ポーキー・ピック。 声の担当はメルブランク。この作品は1994年にザ・ The、50グレイテストカートゥーンズで8位に選ばれ、2000年にはアメリカ国立フィルム登録簿に保存されている。アメリカ国立フィルム登録簿に保存されたポーキンワッキーランド堂々を探しにアフリカのヘンテコランドに着いたポーキー、ヘンテコランドに行ったポーキーは堂々の情報はこちらという看板を目にし、 どどど、どっちと聞いたら、案内役は14本の指で、あっちだ。答える。案内役は、その後、トンネルを出して、ポーキーを誘導させ、ポーキーは中に入り、皿に落ち、ド々ドと出会う。ポーキーは、君が、最後のド々ドと質問し、ド々ドは、はい、僕が、最後のド々ドと答え、ド々ドはダンスをし、追いかけっこが始まった。 ところがポーキーはレンガを壊し頭をぶつけて泣いてしまう。そしてド々ドが楽しく歩いてる時、号外。ポーキーがド々ドを見つけた。という一方の速報を聞く。それを聞いたド々ドは、本当と答えた。ところが、それはポーキーの嘘であり、ド々ドを騙したのだ。そしてド々ドを殴り、捕まえた。ところがそのド々ドは最後のド々ドではなかった。 堂々は一匹ではなく、数え切れないほど堂々がいたのであった。ありがとうございます。